フランクフルトアムマインの中央墓地にあるエリエ、エミーリエの棺エミーリエ・オルトレップ、後にエミーリエ・フォン・ライヒエンバッハレッソニッツは、ドイツのヘッセン選定校、ビルヘルム2世の愛称で、後に2番目の妻となった女性。ライヒエンバッハレッソニッツ伯爵夫人に助釈された、ベルリン市在住の金細工師、ヨハン・クリスティアン・オルトレップとその妻のアグネス。 バイセンベルクの間の次女として生まれた。1812年、当時は選定後世子だったビルヘルムが妻、アウグステの実家のベルリン宮廷を訪れた際に、エミー・リエと知り合い、愛人として、囲うことになった。1813年、ビルヘルムが、エミー・リエのために、カッセルに屋敷を買い与えたことで、すでに不仲だったビルヘルムとアウグステの夫婦関係は、完全に終わった。 しかしビルヘルムは政治的思惑から離婚には踏み切れず、1815年にアウグステと別居するに止まった。エミーリエはカッセル宮廷への出入りを許され、後にカッセル市内のケイニヒ通りとフリードリヒ広場の間に立つライヒエンバッハ宮殿に住むようになった。1821年、ビルヘルム二世は先廷校位を継ぐと間もなく、エミーリエを ライヒエンバッハ伯爵夫人に助手した。ビルヘルム二世はまた、エミーリエのために、モラビア地方のレッソニッツ、ビゼンツ、ウンターモシュティエニッツの所領を購入した。エミーリエは1824年、これらの所領にちなむ、レッソニッツ伯爵夫人の称号を、オーストリア宮廷より授けられた。エミーリエと彼女の産んだ子供たちは、オーストリア国籍も有することになった。 先帝公とエミー・リエの愛人関係はスキャンダルとして取り沙汰された。ビルヘルム2世は先制的な統治方針をとって多くの領民に嫌われたが、エミー・リエの存在が先帝公の不人気をさらに助長し、結果的に先帝公が政治生命を断たれる原因の一端を作った。ビルヘルム2世は1830年の革命騒ぎに際して、 カッセルの宮殿を割れ、フランクフルトアムマインに亡命した。先帝候夫人アウグステが1841年2月19日に死去すると、5ヶ月後の7月8日にビルヘルムとエミーリエは、モラビアのビゼンツ城で結婚した。この結婚は、帰戦結婚であったが、結婚の承認は、オーストリア最少、クレメンス・フォンメッテルに非公爵が務めた。エミリエは、 その2年後の1843年に肝臓の感染症にかかって死去した。先帝公はフランクフルトの中央墓地にビザンティン様式の霊病を造営させ、そこにエミリエの遺骸を葬った。先帝公はエミリエの死の半年後、カロリーネ・フォン・ベルレプ主男爵夫人と3度目の結婚をした。ビルヘルム2世との間に三男子女,女の8人の子上を 儲けた。子供たちは、母親と同じライヒエンバハレッソニッツ白爵の称号を名乗った。エミーリエは、末娘、ヘレーネを通じて、ギリシャ王子ニコラオスの妻タティアナ・ブラトニックの先祖に当たる。ありがとうございます。